当時2歳の池田小鳥ちゃんが衰弱死したとされる事件から明日で2年です。小鳥ちゃんの家族に起きたことは二度と起きてほしくない。札幌のある取り組みを取材しました。札幌市が設置した若者支援総合センターです。若い人たちの自立をサポートしています。家族単位でなんとか頑張れっていうのが今の緊急事態の中の動きなので、そもそも家庭に頑張る力が弱いところにダメージはあるだろうなというのを感じてますね。ずっとそれは感じてきましたね、うん、若い人たちにもっと気軽に頼ってほしいと話す館長の松田光さん。その思いをさらに強くした事件が一昨年札幌で起きました。当時2歳で衰弱死したとされる池田小鳥ちゃん、母親の池田里奈被告と同棲していた藤原和也被告は保護責任者遺棄致死などの罪に問われ現在上告中です。池田被告が小鳥ちゃんを妊娠したのは18歳の時。裁判を傍聴していた松田さんはその証言から、親や保育所に頼らなくなった池田被告が次第に社会から孤立していくのを感じたといいます。その密室をどうやったら開くことができたのかな、開いてもらえたのかなっていうことを少しでも知りたくて、それで来てます。松田さんはこの事件を通して社会から孤立させないために、若い人が気軽に頼れる場所が必要だと改めて痛感しました。来たらまず何しますか？おっしゃ、手洗いましょう。そして去年6月、新たな居場所を作りました。糸こんちと名付けました。誰にとっても親戚ぐらいの感覚で、ちょっと今日お母さん体調悪いから晩ご飯食べに行っていいとか、家族をサポートするなんていうような場を作りたいっていうのはずっとありましたね、はい。何書くの？願書。高校願書。ここで高校の願書を書くっていう。こんな重大なこと。練習か。糸こんちは週3日ほどコロナ禍でゲストが減った民泊を借りて運営しています。こちらの部屋が寝室ですね。今日は逃げ場所が必要だっていう時には使えるようにということでね、しています。ここでコロナがね、なければ子どもたちと一緒にお料理したりとかね、そういう家庭生活体験というのかな、家でできるようなことを一通りできるようになっていますね。半分渡されてるみんな優しく接してくれるし、なんか家の雰囲気もなんか落ち着く住み心地というか、なんか良かった。あ、本当。ここに実際に来られたシングルマザーの方が、自分が中学生の時にこういう場所があったらよかったってボソッとおっしゃられたんですよね。なので、その小鳥ちゃんの、事件の方もね、中学校ぐらいの時にね、なんかそういう SOS って出していいんだとか、そういえばあそこだったら話聞いてもらえるかもっていう場所があればね、違ったんじゃないかなと思いますよね。